ここまでしてくれるのでしたら、お相手しましょう。一体私にどこまで付き合っていけるのか、ますます気になりますね。ええ、地獄の果てにたどり着くまでは、勝手にいなくなるのは許しません。覚悟はできているかしら。鉄血戦艦、グナイゼナウです。あなたは優秀な指揮官と聞き及んでいますが、正確で効率よく機能する戦争の機械の操り方も、もちろん心得ていますよね。あなたは、指揮官、ですね。つまり私に命令する権力を持っていますね。あなたという個体に興味はありませんが、あなたから発せられる命令には従わせていただきます。今のうちは、ね。来ましたね。来なくても私には一切関係ありませんが。感情抜きに、理詰めに戦えば戦うほど。戦場に浸れて、この鉄の匂いを感じることができましょう。正確な計算のもとでこそ、致命的な打撃を敵に加え、戦闘をより早く完了させられます。放任して、楽しようとするのも結構です。今の話も聞いていないようですね。平和な海。慣れるまで時間がかかるでしょうね。いかがしましたか？まだためらっています？低俗な。好きにしなさい。どういう意味です？煩雑な書類作業は戦争継続の阻害になり得ます。あなたの任務はこれまで。私のなすべき使命は永遠に。善意で注意しますが、まだ未確認のメールがあります。休憩はいりません。どうしても休憩したいなら、指揮官ご自身でどうぞ。この程度で指図しようとするなんて、笑わせてくれますね。機械の能率の高さは、正確さと、ためらいのなさ、疲れ知らずなところで決まります。艦船である私たちも同様でしょう。気を使ってくれていると、聞き及んでいます。こんな私にこだわるなんて、指揮官は鈍感か、それとも、頑固なんでしょうね。私に休憩を、しかも命令ですか？自分が何をしているか分かっていますか？いいでしょう。
命令には従います。普通の人として接してくれて、なおかつ私をこの母校に溶け込ませようとするなんて、面白い人ですね。ひとまずありがとうと述べて差し上げましょう。この言葉を言うのはいつぶりかしら。ここまでしてくれるのでしたらお相手しましょう。一体私にどこまで付き合っていけるのか、ますます気になりますね。ええ、地獄の果てにたどり着くまでは勝手にいなくなるのは許しません。覚悟はできているかしら。委託の報酬ですか？ええ、全く羨ましい兵隊部署をお持ちですね。兵装強化をこなせたから、次は戦う。我が果たすべき使命がゆえに。廃墟と残骸が一番心が安らぐのですね。撤退ですか？まだ終わっていませんよ。なぜ撤退とおっしゃるのですか？すべては計算通りよ。痛みも狂気を増幅させるだけよ。ビスマルク様、もう一度戦えるなんて。送らなくても結構です、指揮官。ではいただきましょう。